けど2日に1本がやっとだぜ。あんなぬるまじゃどうしようもないよ。仕方ないわよ、素人なんだもん。素人だってぬるますぎるよ。ああやってコツコツ1本1本、あれで本当に家が建つのかよ。夏になった。父さんは僕らの丸太小屋を夏中には仕上げると宣言した。でも実際に切り込みを始めたら思うようにはいかないらしく。完全に忘れてた。これ父さん、ただいま。 いい時しゃんべいしたよ。いい時しゃんべいした。その日は午後から授業は中止で、涼子先生に連れられてバスで本校に見学に行った。僕らの行ってる中野沢の分校は今学期いっぱいで廃校になり、夏休みが終わった新学期からはこの本校に統合されるわけで。涼子先生も本校に移るんでしょ。さあどうなるかな。来なくちゃつまんない。来るよね先生。先生が来たいって言えばいい。そうよ、どうしても行くって言えばいい。先生来たくないの。そんなことないわよ、みんながいるんだもん。じゃあ来て。来たいけどね。約束。そう、約束決めましょう先生。ここではっきり決めちゃいましょう。よく先生、僕らと一緒に来たくないのかな。そんなことないわ。だってはっきり返事しなかったぞ。だって先生が決めるんじゃないんだ。誰が決めるんだ。それは知らないけど、校長先生とか。おい、え、今誰か俺たちのこと呼ばなかったか。ゆっこおばさんだ。おばさん。やられちゃったろ。ハゲなんだ。俺のゲーム。レイコ、どうした。
2週間前にやっと退院したわ。よかった。それはお店に出てるのか。うん、まだ今時々顔出してる程度。じゃあ自宅から病院がよいか。うん、行って、うん、さん、本当言うとね、一緒に来てるの。姉さんの友達の本田さんっていう人と、いつか来たでしょ、弁護士やってる。いろんなことを今度こそすっきりしたいからって。ごめんなさい、前もって連絡もしないで。どこにいんだ。ホテル。悪いけど会ってやってくれる？勝手に決めて申し訳ないんだけど、ワインハウスに席取ったから7時前後に来てもらえないかって。その先生どうも失礼しました。玲子さん少し遅れてまいります。ですから私その前に代理人として事務的な話だけしたいと思います。その間彼女には席を外してもらったわけです。わかりました。まあ話といっても、まあ、別にどうってことはないんです。これまでそちらの出されていた条件、お子さんたちをそちらでお育てになるという、彼女飲むそうです。ですからお子さんたちの席は今まで通り、つまり彼女だけが席を抜いて結婚前の宮前生に、まあ、実家の席に戻るわけなんですけれども、その点はそちらに問題ありませんね。慰謝料については金銭上は一切なし、それと財産については、東京四ツ谷に住んでらしたアパート、これは現在登記上は五郎さんの名義になってますね。それを玲子さんの名義に変えると。よろしいですか。結構です。それとお二人の使ってらした乗用車、これは52年の10月購入されて54年の9月に月付換算、これも五郎さんの名義になってますね。それを玲子さんの名義に変える。はい、よろしいですか。それからこちらが、役所に提出する離婚届なんですが、こちらの方に、印鑑とですね、実質のサイン、それとそちらの保証人が1名、これも印鑑と、実質のサイン、これだけよろしくお願いします。わかりました。これでやっと片付きましたね。いろいろどうも。いいえ。あ、それから実は玲子さん最後にお子さんたちにどうしてもお別れが言いたいっておっしゃってるんですけれども、もちろんあなたに立ち会ってくださっても構わないとおっしゃってますが、どうでしょうか、ちょっとでもそういうチャンスを。わかりました。結構です。ありがとう。人喜びます。日が長いんですね、北海道の夏って。今ラベンダーの季節なんですって。ええ、遠いんですか、ここからラベンダー畑。見えました。話して何？二人とも座れ。どうしたの？実は今母さんが富良野に来てる。今夜と明日の晩ホテルに泊まってる。今度父さんと母さんは正式に離婚することになった。
父さんと母さん、君たちに対しては本当にすまなく思っている。許してほしい。君たちはここで父さんと一緒に暮らす。一応そういうことに決まった。でも君たちがどうしても母さんと一緒に東京で暮らしたいっていうなら、それはそれでいい。それは君らの意思に任したい。父さんそのことでとやかく言わない。君らはもう大人だ。考えればいい。明日君たちをホテルへ連れてく。ゆっくりしてあげて。母さんと3人で。翌日、父さんは僕らを早引きさせ、車でホテルまで送ってってくれた。僕らを置くと、父さんはすぐ帰った。これから中富良野のラベンダー見に行くのよ。行ったことある？そう、じゃあ一緒に行こう。すいません、タクシー一台。母さんと三人で行くのかと思ったら、弁護士のおばさんもついてくる気配で。僕は、というと胸がいっぱいでラベンダーなんか見てなかったんだ。これで母さんと縁が切れちゃう。母さんは別の名前になっちゃう。母さん、たとえ父さんとどんなことがあったにしても、母さんはいつまでも僕の母さんで、今もし母さんが僕らに向かって一緒に行こうって一言でも言ったら、僕は喉から出かかっている答えを何の迷いもなくきっと言うだろう。それは昨夜父さんに考えろと言われ、一晩中考えた僕の答えで。母さん、僕は母さんについていく。でも母さんは何も言い出さず、一緒に3人で寝れば
ねえ、ホタルちゃんもそうしなさいよ。お父さんに私が連絡しとくから。ねえ、純、あんたたちの学校で遠いの？ホタル、お前は霊血動物だ。もうすぐ廃校になるんですって？ええ。先生もそちらの方に？いえ、私はまだ決まってません。あ、どうなんでしょう、あの子たち。こちらでちゃんとやれてるんでしょうか？最高の体験をなさってますよ。何よりお父様の育て方が素敵です。そうですか。いいとこですもんね。ええ、でもそれは今の季節だからです。内地の方は北海道のいいところだけを見て感激されますけど、住んだらほとんど厳しさの連続です。辛かったと思いますよ、この半年は。二人とも本当によく耐えました。大変失礼な質問なんですけど、お父様とお母様どうなるんですか？今回正式に離婚いたします。それで純くんとおたるちゃんは？このままここにあの人に任せて。お母さん、ホタル帰りたいって。それで二人はそのまま帰ってきたのか。はい。玲子は今夜できれば二人一緒にホテルに泊めたかったらしい。そう言ったの？例の弁護士はそう言った。それも蛍が嫌だって首振ったって。純のやつ相当頭にきたらしくて、家帰ってもホタルと口聞かねえんだ。ホタルのやつ、レイゴが話しかけてもほとんど返事しなかったらしい。どうもあいつは誰に似たのか。五郎さんのこと考えてたのよ、きっと。見てきたんだもの、ずっと。こっちで五郎さんの。はい、そうです。あ、今ここにいますよ。どちらなので？あ、ちょっとお待ちを。例の弁護士からだ。どうも。変わりました、黒井田です。今どんな？いや、わかりました。はい。あ、もしもし。病院はどこの？なんていう？わかりました。はい。すぐ行きます。どうしたの？レコが急に苦しみ出したらしい。たった今病院に運ばれたって。どこ？渡辺病院だ、本庁の。よし。ゆっこさん拾ってその行ってやろう。ご心配いりません。薬
薬が効いて今眠ってます。最近まで入院しておられたそうですね。はい、あのなんか神経性のものとかで、けどあの良くなって退して2週間ほどに一度ちゃんとした大きなところでお調べになった方がいいと思いますね。それはあのつまりまだ前の病気が完全に良くなってないっていう。いやちょっと見ただけですから何とも申せません。しかし症状は似てるようですから、まあ改めてちゃんときちんとお調べになった方がよろしいんじゃないですか。はい。大丈夫か。もう良くなった。びっくりしたぞ。ごめんなさい。バカだな。ちょっと見てもらえよ。もう一度バチね。明日はもう良くなる。ねえ、明日お参りに連れてほしいんだけどな。あなたのお父様やお母様のお墓。何言ってんだ。真面目な話。いや、治ったな。お願い。とにかく今日は黙ってこのまま寝てろ。付き添ってる。私、いや本当にもう大丈夫ですから。今日はありがとう。何、純たち楽しかった。また連れてくるよ。治ったら今度4人で一緒に墓参りに行こう。本当？どうしたの姉さん。だから言ったじゃない、ちゃんとしたところで見てもらってって。姉さんまだ完全に治ってないのよ。お兄さん、ホタル、お墓参り行かないって。具合が悪いんだって。うちで寝てるって。嘘ついたって分かるんだよ。具合悪いってどこが悪いんだよ。熱あるのかよ。持ってきてやろうか、熱あかり。これきりでもう会えないかもしれないんだぞ。母さんわざわざ会いに来たのに、そういう態度取っていいのかよ。昨日だってほとんど口聞かないで。母さんどんな気持ちだと思うよ。じゅん、もうやめなさい。本当に具合悪いのか。具合悪いならちゃんとお医者さんに診てもらわなくちゃならないな。
母さんも本当はまだあまり具合良くないんだぞ。それなのにわざわざお前らに会いに東京からはるばる来てくれたんだ。どうしてもダメか。え、どうなんだ。じゃあ下で寝てなさい。その代わり後で病院行くんだぞ。お墓は村外れの森の中にあった。去年の秋、こっちへ移ってきてからお墓参りするのは今日が二度目で、静かね。カッコを聞いたの何年ぶりかしら。私もここに入るはずだったのね。少し二人きりにさせておいてあげて。蛍は急に熱出しちまって出ちゃいけないって俺が言ったんだ。分かってる。うん、君もあれだ、この体のことだけはくれぐれもいい加減に考えるな。見てもらってくれ、ちゃんと大きなところで。本当だよ、帰ったらすぐにだ。いいな。あいつらのためにそれだけは約束しろ。体に関しては義理なんか忘れろ。分かった。バッチね。バチが当たったのね。何時だっけ、汽車。3時34分。よろしくね。分かってる。あいつらに会いたくなった時には遠慮なく言ってくれ。いつでも考える。それに俺の方から連絡するかもしれない。あいつらのことは永久に二人の問題なんだ。ありがとう。
1番乗り場から札幌行き急行カリカチ4号発車です。1番乗り場から札幌行き急行カリカチ4号発車です。次の仙台駅は秋別、次は秋別指定されます。しっかり頼んだわよ、ホタルのこと。私、一度だけ北海道に来たことがあるわ。学生時代、好きだった人と。振られちゃったけどね。白の旅館で雪になっちゃって。これ育ち川？具合もいいのか。寝てるって約束したはずだぞ。どこ行ってたの？生きてっか、うん、ホタル、ちょっと置いてこい。
さっき話したイカダ下りの話。お順よ、26日日曜日イカダ下り大会、それは違うの。出ようみんなでな。イカしてるぜお前、布部から富良野まで延々8キロ手製のイカダでこうやって川渡ったんだお前。しばらく、一昨日帰ってきたの。ホタル分かったな。準備いいな。26日日曜日あげとくんだぞ。いいな。二人とも元気出せよ。そうちゃん、今もあくっちゃって言えばいいべさ。黙ってお前一人だけでお前。おい、なんでどうしたんだ。どうしたもこうしたもねべさ。冷てえべ冷てえべ。ゆっくり帰ってきた何も言わねえで。こないだやめたってお前言ったじゃねえか。変わるべ変わるべ。人は毎日人ほど頼んなく買うもんねべさ。おい引っ張んなよ、どこ行くんだお前。ちょっと、ちょっと車。何が一体どうしたっていうの。ユキちゃんなら中にいるはずだよ。いたよ。なんだ、回ったのか。あったさ。そんならいいじゃんか。それがよくない。どうして。したってこだわっちまってる。ユキちゃんが。おらがだ。何言ってんのバカ。何をこだわることがあんの。挨拶されたけどうまく聞けんかった。どうして。わからん。いねえと思ったんだ。それがいきなり出てきたからきっかけ失った。忙しいんだ。俺行くわ。いや、さっとおじさん、見えってもんないぞ。答えもしねえで東京行って、またひょこっと帰ってきて、え、こんにちは、どうなんて言うて、そんな、こっちは悶々としてんのによ。え、屁でもねえ顔されて、しれっとされりゃ、こっちだってデレって、できっか。できんべ。男ならそりゃできんぞ、おじさん。男には、ある程度、見えも大だぞ。要するに、お前、何しに来たの。うちに用があって来たんだろ。うん。いや、それはイカダ下りのこと。ホタルがあんまりかわいそうだからイカダ下りに呼んでやろうかと思って。ホタルって何よ。昼間来たから連れてったんだよ。来たってどこに。どこに行って。うちに。何し。だから連れてってくれって。どこに。島の下の汽車の見えるとこ。3時34分のおふくろさん乗った汽車。一人で送りに行ったのか。そうだ。ほら、内緒だって言われたんだ。どうして？さあ、レゴ、ホタルが送りに行ったの。分かったか？うん、気がついた。窓開けて手振ってた。ホタル、カープチ、延々追っかけて。ボロ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 涙流した。おじさんたち正式に別れたんだって。ホタルが言ったのか。あいつ帰るときポツンと言ってやった。
自分たちよりか本当は今父さんが世界中で一番かわいそうなんだって。どうしてる？あいつは寝ちゃった。そっか。お前まだあいつのことを思ってるか。けどな、それぞれ悲しい時に悲しさを表す表し方が違う。人前で平気で泣けるやつもいれば涙を見せたくない、そういうのもいる。大人にとって母さんと別れるのは辛くないことだとお前思うか。何も言わないでも、もしかしたら太郎はお前や父さんよりもっと辛くて、だから送りに行かなかったかもしれんぞ。そうだろう、違うか。次の日曜日、廃校式があった。拝啓、恵子ちゃん、廃校式です。去年の秋から僕らの通った6号中野沢の分校は今日で閉鎖されてしまうわけであり、父さんも中畑のおじさんもおばさんも辰巳さんもみんな出席した。生徒の父兄として出席したんじゃない、この分校の卒業生として廃校式に呼ばれてきたんだ。それでも本校の校長先生は3分の1も来ていないと言った。残りはみんな富良野を離れ札幌や東京に出て行ったんだと。廃校式の後、記念撮影があった。クワガタ、じゃあいいかな。あ、そこのおばさん、正面向いて。私、右側の方が自信があるんだよ。それでも、正面を。はい、いいですか。それじゃあ、こちら向いて。はい、兄ちゃん、兄ちゃん、じゃあ笑って。7月26日、空知川では、イカダ下り大会が開かれることになってた。2、3日前からみんな張り切ってそれぞれイカダを作り始めており、
僕やホタルも中畑木材の大きなイカダに乗せてもらうことになり、すごく楽しい一日になるんだけど、でもそのことは今度話します。